皆さんこんにちは。私レック専任講師根本昌司と申します。ここでは学習経験者に送る新全日制ナビと題しまして、私の方から5分程度の方でこの全日制の特徴、これを学習経験者の方に紹介したいと思います。この私が担当する新全日制参加講座、こちらは初級用の講座になっています。なので法律知識を全く知らない、本当にゼロの方から説明をしています。なのでそちらにいるのは大部分の方は完全初学者です。ですが5分の1ないしは4分の1程度の方はなんだかんだの学習経験がある方、そういう方が在籍します。具体的にはどういう方か、一通りざっとは学習したけど全てがまあかなりぼやっとしてる、なんでやり直したい。2、途中までやったんだけど途中でもうわけわかんなくなってやめてしまった、でもう一回やり直したい。3、一回勉強はした、本試験も受けた、中上級講座も受けた、でも本当にやり直したいから全日制を選んだと。例えばこちらに載っている方はこの3番に当たっていると思われます。受験経験2回ある状態で全日制本科講座を受け、そこで合格しております。ではなぜこのような形、一度学習経験がある方がなぜ初級講座、この全日制を選ばれるのか。理由はいろいろありますが、一つ目の理由はやっぱり回数なんですね。一番初めて勉強するときっていうのは回数が少なければ少ないほどいいと思って選ぶんです。でもやってみると、え、もうそこで終わりなの、ともっと説明してよ、ここも教えてよ。全日制は既存の講座の約 1.5 倍の回数があります。なのでもっと多くの分野を説明できますし、しかももっと丁寧に説明できます。具体的に言うと、例えば会社法の企業再編、こちらの方はトータルで会社法だけで4回やっています。また多くの方がイメージ持ちづらい民事訴訟法に関しては特に回数を多めに設定し19回やっています。この回数が多いというところからまさにゼロからやり直すことができるんです。他にも特徴があります。それがこの過去問を解説する講座です。過去問は重要だというのはご存知だと思います。ですがその過去問は基本的に自分で勉強する、ほとんどの予備校さんはそうなっています。私の担当する講座では30回を超える回数で過去問だけを取り扱うというものをやっています。そこでは2つ、1つ目、本当によく出てくる過去問が詰まってるよというものの検証と、もう一つ、これは独学じゃ勉強できないよと、じゃあこっちが説明するねといった2つをやっていきます。これがあるので過去問でつまずかないんですね。量が多い、じゃあどれやろうかって言ったら1番のもの、典型論点のものを絞ってやればいい。ああこの過去問わかんないよって言っても2番の方で大体カバーできてます。過去問でつまずかせたくない、そのために作った講座です。また特徴としては年明けから答練が始まります。十分な演習になるんです。半年間こちらアウトプットです。でしかもそのアウトプット題材は2年目3年目の方が受ける答練です。年内でインプットで、年明けからは2年目以降の方、3年目以降の方と同じ答練を受けて十分演習をしていくと。そしてこの全日制の特徴、スケジュールにもあります。年内にインプットが終わりです。そして半年間自分の復習に没頭できるんです。やっぱりいくら
いい教材、いい講義があっても、結局自分で消化しなきゃダメなんです。で、その消化する期間は、長ければ長いほどいい。ということで、半年間復習、そしてプラスアルファ、いわゆる当練があります。具体的には、先ほど説明しました。こちら、聖戦当練、実力養成編、ファイナル編というもので、2年目以降の方が受ける当練を準備しています。そして、スケジューリング。こちらもかなり細かく指示します。科目ごと。この曜日はこれをやって、これはこのやってと。また、前の科目。このタイミングで復習してと。で、これ何ページか何ページもやってねと。そういったことも指示します。何すればいいかということを考える必要は基本ありません。こちらが出したハードルを超えていただくだけでいいです。ちょっとね、見づらいかもしれませんが、具体的にはこんな感じで、どの曜日にどういうことをやるべきなのかってことを全部指示します。また、前の科目、それでテストをしますよと。どこの分野をやるのか、そういったことも指示します。だからこれに合わせて、前の科目の復習をすればいいということです。このように、いつ何を勉強するのか、どのタイミングで前の科目を復習するのか、そこまでこちらにおんぶに抱っこできます。そして何よりも質問体制がしっかりしています。生講義であれば講義開始前から教室にいます。また全国の同時配信クラスに限るんですが、電話で質問できるようにしています。生講義とほとんど同じように、講義が終わって20分、30分後から電話で質問ができるようにしています。また通信講座の方に関しては、インターネットで私にダイレクトに質問できるようにしています。この質問については、できるだけ翌日までには回答するようにしています。このようにして、疑問を残さないようなこと、それを心がけています。気をつけてほしいことがあります。私は一回勉強したことがあるんだ、その意識は完全に取ってください。まずい事態を説明します。ああこの制度ね、ああ分かってる分かってる、そんな分かってるから早く論点言ってよ、こんな風に初めを飛ばしちゃうんです。その条文の趣旨が分かんなくなります。すると応用が効かなくなるんです。特にやり直す方はこの冒頭2つ、ここを強く意識してください。これをするかどうかで応用力つくかつかないかが変わってきます。以上が学習経験者に語る私の全日制音楽講座の魅力になります。ぜひガイダンス講義等でお会いしましょう。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。